東京交通会館は、東京都千代田区有楽町2丁目の有楽町駅、前に所在する店舗、オフィス、展示場などを有する大規模な複合ビルである、東京交通会館ビルディングの複合商業施設としての名称。本校では、同ビルのほか複数の不動産物件を所有するビル、運営会社である東京交通会館についても、記載する。 1964年東京オリンピックの開催を間近に控え、有楽町周辺は、外堀の埋め立てや隙わ橋の撤去、高速道路とショッピング街の建設など、急速に都市整備が進められていった。しかし、有楽町の東口駅前だけは、戦後の応急建物である、東京都交通局の老朽化した建物が残り、その付近一帯は、 太平洋戦争後の闇市より発展した立ち飲みや、寿司屋など木造店舗がひしめき合う、寿司屋横丁と呼ばれた木造建物が密集し、近所にあった朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社の記者たちのたまり場として、昼夜を問わず賑わっていた。しかし、繁華街である銀座の入り口にあたる有楽町駅のすぐ目の前で、戦後の闇市の姿をそのまま残す。 寿司や横丁の存在は、都市の美観の点、また、防災の点からも好ましくないことは、誰の目にも明らかであった。という名目のもと、整理と再開発が行われることとなった。その頃、交通局は、木造庁舎を早急に改築する必要に迫られていたが、寿司や横丁の存在が問題を複雑にさせ解決が先送りにされていた。一方、 1960年初頭には、東海道新幹線の東京駅乗り入れが決定。これに伴い、有楽町駅東側の高架線路新設のため、寿司や横丁が存在する三菱地所所有地811坪が道路用地として買収されることになった。都市計画当局では、有楽町駅前を総合的に整備する計画を立て、 駅前広場を設けて地下に駐車場を設置するとともに、二棟の大規模ビルを建設することに決定した。三菱地所では、都市計画の重要性を理解し、公共事業に協力するという対局的な立場から、1963年2月、交通局と共同でビルを建設することで合意。これを受け、両者が、北起人となり東京交通会館を設立した。 建物は1963年9月21日に着工し、1965年6月18日に竣工した。地下4階地上15階建てで、延べ床面積は19706坪。このうち5205坪は従前の交通局借地相当分として、同局の所有とし、残り14501坪が東京交通会館の所有となった。 当時としては珍しかった役所のあるビルとして誕生したが、1991年4月1日、西新宿に東京都庁舎が開庁すると交通局は第二本庁舎に移転した。有楽町駅東口は地区ごとに A ビル、B ビルという二棟の再開発ビルの建設が予定されており、A ビルにあたる東京交通会館の完成が一番手となった。 B ビルは A ビルと同時に都市計画決定がされ、三菱地所はこの B ビル計画地区内で1961年3月、村井ビルジングを取得したが、この地区は土地家屋とも権利関係が極めて複雑で、長年着工されていなかった。しかし、2002年から再開発組合による計画が再開され、2007年10月12日に有楽町、 トシ屋が開業に至った。またビービルの予定地の南側、晴海通りに面した一角には、朝日新聞東京本社や日劇、丸の内ピカデリーがあったが、朝日新聞社の築地への移転を機にシービルとして再開発が行われることになり、1984年10月、有楽町センタービルが完成した。なお、 交通会館の建設と並行して駅前広場の造成のため東京都と寿司屋横丁を含めた地元側組合との間で立ち退き交渉が続けられていたが不調に終わり強制収容が行われることになった。これにより最後まで立ち退きを拒否していた店舗だるま寿司は1968年8月30日に強制撤去され寿司屋横丁は 完全に姿を消した。地下1階から地上3階を商業ゾーンとし、地下1階で有楽町糸市屋と地下鉄有楽町線、有楽町駅と直結する。飲食、物販、サービス、郵便局、ATM などで構成され、八重洲口の国際観光会館のテナントであった各、道府県の観光物産案内所の一部が、アンテナショップに転換して出店。また2階に、 旅券発給窓口の東京都旅券課有楽町分室が置かれている。3階には屋上庭園、有楽町コリーヌがあり、東海道新幹線を間近に望める撮影名所として知られている。4階から11階はオフィスゾーンで、献血ルーム、各種スクール、法律事務所、特許事務所、税理士事務所、移住サポート、情報センターなどが入る。 有楽町駅前に回転レストランのある名店ビル東京ニューセンターデビュー。と名打ち、最上部に開業した回転レストランで東京会館が運営する。通常は時計回りだが客が楽しめるよう、回転部分のメンテナンスもかねて3ヶ月に一度逆回りしていた。その斬新さと地上55メートルからの長望を売り物に銀座にも 資金でもあることから当初より人気スポットとして賑わいを見せ、両親に彼女を紹介したいとき、遠方から状況の折にビル群のネオンを見てもらいたいときなど、若い人の利用も少なくなかった。ホテルニューオータニをはじめとして1964年頃から全国で開店レストランは広がり、眺望の良さが売りだったが、高層ビルが珍しくなくなると、次第に下火に、ニューオータニは、 安全性の考慮を理由に2018年3月で停止。銀座スカイラウンジもスムーズに食事ができる、滑らかな回転を維持するにはコストもかかるため、2020年12月30日で停止、休業となり、リニューアル工事を終え、2021年9月1日から営業を再開する。有楽町駅前をビル、東京交通会館は、東京交通会館ビルディングの建設。 運営を目的として1963年6月に設立。資本金は1億30万円で、このうち三菱辞所と東京都が5000万円ずつ出資し、その他は個人が引き受けた。初代社長には三菱辞所の渡辺武次郎社長が就任した。1965年3月に増資し、新資本金は4億円となった。三菱辞所出資分は、 当初1億4985万円だったが、後に50%に当たる2億円となっている。当ビル並びに、都営新宿尖閣駅地上部の駅ビル、有楽町都市屋の管理、運営に当たっている。ありがとうございます。